浅川春夫作曲、5つのエチュードエンパシーより、カリタス。日置澄子さんの演奏でお聴きいただきました。楽譜に等音記号、平音記号が見当たらないと気づいた方もあるかもしれません。従来の読み方と変わりありませんが、浅川春夫自身が考案した記譜法により書かれています。